こんにちは、ダイレクトナイスラジオの広島です。今回はビートルズの Don't Let Me Down、 こちらのギターの弾き方を解説していきたいと思います。ぜひ一緒に演奏してみましょう。それでは実際にやっていきましょう。今回は E コードが鳴っている間にというギターを弾いていきます。これは何をしているかというと、 E コードが鳴っている間に E のドレミファソラドという音をメロディアスに使って作っていきます。ですので5弦の7フレット、ここにルートがあると覚えておいてください。それに対してこの9フレット、これが2番目のレノート、そして3番目、これが11フレット、そして4番目の音、これが12フレット、そして4弦の9フレット、これがフィフスの音、そして11フレット、これが6になります。そして3弦の9フレット、これがルート。これらの音を使ってこのコードに絡めていきます。地味編などもよくやるパターンですね。実際にこのフレーズを弾いていきましょう。まずは5弦と4弦の9フレット、このように鳴らして、そして薬指では5弦の11フレット、サードの音ですね。これをハンマリング。で、そして次は4弦と3弦の9フレット。フィフスとルートになります。そして、このタララのところで、4弦の9フレットから11フレット。フィフスから6に移ります。そしてまた薬指を離して、そして5弦と4弦の9フレット鳴らしたら、次は5弦の12フレット小指、これはファの4番目の音ですね。そして最後には5弦で11フレット、これを薬指、そして4弦の9フレット、これを人差し指、サードとフィフスの音になります。これを組み合わせて作ったものになります。ゆっくりやると、となります。このフレーズ自体は、16分のリズムが入っていきますので、声で 1-2-3-4 と出しながらやっていくとリズムがつかみやすいと思います。やってみましょう。1-2-3-4-1-2-3-4という風になります。体の中にこの16分のリズムが入ってくると、という風に、崩れなくなると思います。このパターンとてもシンプルなんですが、いろんなところで応用が効きますので、ぜひものにしてみてください。それでは失礼します。